きっとうまくいくよ、きっとうまくいくよ、きっとうまくいくよ。あぶな、おいしい隠し味、失礼するわね、ピエール。今日も私一人のためにお店を開けてくださったんでしょ。嬉しいわいつも空いてるけど。カトリーヌ、帰りましょう。ちょっとカトリーヌ、どんどんカトリーヌから。うん、よし。こら、カトリーヌ。ソワーズ行っちゃったわ。ママ、私追いかける。みんなは花尾さんのこと頼んだわよ。みんな？花尾さん？あら、いつもより少ないわね。モモーサ、大丈夫だよね？早く助けないと。さ、どうなっちゃうの？あのカトリーヌといえば、カジカジペロペロブンブンの乱暴者。あのね、ワンちゃん、私こう見えてもあなたの好きなお人形じゃないの。フローリストの女の子なのよ。来たー、カジカジペロペロブンブン。ここにいたのね。のんのん、お話しなさい。お人形ならたくさん持ってるでしょ。はい、どうしたっていうの。ソフィア様がお見えです。まあ、ソフィア。フランソワーズ、モモさん、シロさん、クロウさん、カトリーヌ。その子、私の大切なお友達なの。返してくれないかな。仕方ないわね。カトリーヌがそこまで気に入ったというなら、そのお人形買うわ。お、おいくらかしら。ダメ、そんなの絶対ダメ。
いいじゃない、お人形の一つくらい。ダメ！ダメったらダメ！お願いカトリーヌ、返して返して。聞いてないよ。ソフィア様、ひとまず時間を置いて今日のところはお帰りになられては。ええ、そうするわ、アテイヤさん。とはいうものの、やっぱり私たちで取り戻さなくちゃ。みんなでいい方法を考えましょう。かしら。ま、ソフィア、どうしたの、こんなところで。しかもお店の中こんなに散らかして。あ、いけない、私寝ちゃった。ぬいぐるみ、ママ帰ったらお片付けもお手伝いもちゃんとするから。だからいいわよ、行ってらっしゃい。でも帰ったらお店のお片付けちゃんとやるのよ。ママありがとう。行ってきます。本当にできるの？カトリーヌ、おはよう。うわ、頑張ってソフィア。あのね、カトリーヌ、見てこのリボン、あなたと同じでしょ。同じリボンの女の子同士仲良しになれたらなって作ってみたの。これと取り替えっこしてくれないかな。あ、やった、話してくれたよ。んメルシー、カトリーヌ。もしかしてカトリーヌってリボン好き？白ウサ、黒ウサ、桃ウサ。これでもう大丈夫ね。よかったね。カトリーヌって案外いいやつかもしれないね。うん、私もそう思うわ。お砂糖の分量とか火加減とか心を込めて作らないと美味しくならないの。へえ。じゃあそのジャム、僕たちが焼いたパンにつけて食べるといいよ。じゃあ僕たちはコーヒーを入れるね。すごい、みんないろいろできるんだね。任せてよソフィアったら。こんな時間に一体誰とおしゃべりしてるのかしら。ソフィア、ママ、どうしたの？こんな夜遅くに。なんでもないの、ママ。
長く喋りすぎちゃったかな。行ってきます。行ってらっしゃい。はい、行ってらっしゃい。行ってきます。わあ、ソフィアったらなんだか眠そう。どうしたんだい。最近のソフィア、ぬいぐるみたちとおしゃべりしてる時間が長くなったと思うんだけど。子供は夜更かしに憧れるもんだよ。私、昼間はお店で忙しいし、夜は夜でいろいろお仕事があるでしょ。だからあまりソフィアと一緒にいてあげられなくて、もしかするとあの子寂しいんじゃないかしら。大丈夫、ソフィアは今日も元気だったよ。お弁当も忘れずに持って行ったしね。私どうすれば。心配してるね。夜なのに調子に乗ってはしゃぎすぎちゃったかな。なんだか責任感じちゃうね。あ、そうだわ。あれ、ソフィアのママ何か思いついたみたいだよ。ソフィア驚くわよ。よし、僕も手伝うよ。さて。ダメ、私一人でやらせてちょうだい。え、材料をよく混ぜたら。ソフィアのママ張り切ってるけど大丈夫かな。粉の分量が多いような。ダメだよ、あんなに火を強くしちゃドーナツが焦げちゃう。できたわ、ママ特製ドーナツ。私ったら本当にダメね。仕方がないよ、ドーナツなんて久しぶりに作ったんだから。私ソフィアに何もしてあげられない。ママ。ママかわいそう。パパもなんだかかわいそう。あんなに落ち込んじゃったらできるものもできなくなってしまうよ。よし、僕たちで。できたよ、ラテウサ。こっちもいいよ。エスプレッソを入れて、スチームミルクを加えるとカフェラテの完成。気分を落ち着かせたい時にはこれが一番。みんな何やってるの。あ、ソフィア、カフェラテができたよ。ママのところへ行こう。お、おう。ママ、あれ、ソフィアが入れてくれたのかな。気が利くな。きっとうまくいくよ。さ、これでも飲んで一息入れたら。あ、おいしい。暖かくてなんだか落ち着くわ。ママ、もう一回ドーナツ作ってみないかい。ええ、よく考えたら揚げる時の火加減が強すぎたのかもって思っていたところだったの。きっとそうだよ。よし、次こそは僕も何か手伝うぞ。パパはダメ、すぐに一人でやっちゃうでしょ。え、あ、お砂糖もあれくらいならバッチリだね。火加減もちょうどいいね。いい匂いがしてきたね。パパ、今日のおやつは何？今日はママに聞いてくれるかな、ソフィア。あ、今日はママが作ってくれたの？美味しそうなドーナツだ。ソフィア、今日はドーナツでティーパーティーよ。いただきます。美味しい、こんな美味しいドーナツ初めて。外側はカリカリで中はふっくらでとっても美味しい。ママ、いつの間にこんな素敵なドーナツ作れるようになったの？すごいすごい。
ママは今日からお菓子作りの名人になったんだね。そんな大げさよ。ねえママ、どうやったらこんなに美味しいドーナツが作れるの？それは決まってるだろう。ソフィアに美味しいおやつを食べさせたいっていうママの気持ちがドーナツを美味しくしたのさ。なんだかパパ調子良すぎるみたい。そうかな。よかった、パパもママも安心してくれたみたいだ。なんだかみんな幸せそう。それはそうさ。ドーナツの輪には幸福が終わりなく永遠に続きますようにっていう願いが込められているんだよ。そうなんだ。ボンジュール。ボンジュール。郵便です。メルシー。ミレイユからだわ。ボンジュールソフィア、元気？私は元気。なぜだかわかる？あれ以来お菓子作りにハマっちゃって。あれ以来？白うさと黒うさの作ったクッキーがミレイユのお菓子作りの興味を目覚めさせたのね。今はママからいろいろなお菓子作りのレシピを教えてもらって挑戦してるの。へえ、そうなんだ。それで今度開催されるパティシエ選手権に出場しようかと思ってるの。じゃあまたね。パティシエ選手権？パティシエ選手権？白うさは知ってる？そう。黒うさは？そう。花うさ、桃うさ、ミントうさ、プチうさ、カプチーノうさ、ラテうさ、ストロベリーうさ、ブルーベリーうさ、青うさ、青耳うさ、小麦うさ、パンダうさは？そう。そうだ、マルーノなら知ってるかもしれない。パティシエ選手権。知ってるよ。詳しく知りたい。いいけど、ピエール・ジュネの店だね。パティシエ選手権？ミレイユのハガキに書いてあったの。初めて聞いたよ。マルーヌが知っているんだって。ソフィア・シルブール。マルーヌ。この椅子、僕が座っても壊れないだろうね。大丈夫だよ。君を信じる。座り心地星一つ。相変わらずね。本題に入るよ。はい。パティシエ選手権とは、世界的に有名な料理学校ル・コルドンブルーの協力のもと、スイーツ作りナンバーワンを決めるコンテストで、参加資格は小学生まで。過去のパティシエ選手権の優勝者には、今世界中で活躍するスーパーカリスマパティシエになった者も多くいて、スイーツ作りの好きな子供たちにとっては憧れのコンテストなんだ。へえ、そうなんだ。パティシエ選手権のテーマは自分の夢をお菓子にする。へえ、そうなんだ。お菓子をイラストに描いてレシピと一緒に応募して、厳しい書類選考を通った者だけがパティシエ選手権に出られるんだ。どうだ、すごいだろ。パティシエ選手権がすごいことはわかるけど、どうしてマルーヌが威張るの？聞いて驚くな。実は僕は昨年のパティシエ選手権の書類選考に通過して出場しているんだ。うまい。優勝はしてないけど。どうして驚かないの？驚くなって言ったから。ソフィア・シルブール、頼むから驚いて。わかった。ピエール・ジュネ、突然驚くな。俺も自分の夢のスイーツイラストにして応募してみようかな。ピエール・ジュネ、やめた方がいい。どうして？書類審査で落ちるから。マルーヌ。なんだ？君が出場できたんだから俺だって出場できる。なんだその言い方は。私も出場しようかしら。フランソワーズ・デュポン、
君みたいなお嬢様は家で寝ていろ。うまっ、私に命令するとは失礼な。カトリーヌ、吠えなさい。ピエールジュネ、助けて。嫌だよ。どうしたの？ううん、なんでもない。帰ろ。何か変だよ。なんかあったの？何も、ただランチ行けよ。もういいんじゃない？みんな楽しそうだったね。え？パティシエ選手権に出場しようとして、ソフィアも自分の夢のスイーツイラストに描いて応募すれば書類選考に通って出場できるかも。でも私、お菓子作りしたことないから。やればいいじゃない。できるかな？できるさ。ほんと？ほんとね、みんな。ほんとほんと。よし、最初は簡単なマドレーヌから作ってみれば。マドレーヌ。カトリーヌ、帰りましょう。僕も帰る。できた。失敗。もう一度。そうね、今度こそ。はあ、くじけちゃダメ。私には才能がないの。ソフィア。ミレイユ、マルーヌ、ピエール、フランソワーズ、みんながパティシエ選手権に出場できることを祈っています。この匂い、あ、おいしそう。おいしい。そうか、こんな味を出せればいいのか。やっぱりもう一回チャレンジしてみる。うん。白おさや黒おさは。え、何が？君たちはお店の外に出たことあるでしょ？うん。僕たち一度もないもん。たまには行きたいよ。フランソワーズ。ねえねえ、パティシエ選手権何作るか決めた？え？そんなもの決まってるわけないじゃない。もちろんよ、とっくに決めてるわ。え、本当に？で、何作るの？それは秘密。教えてくれたっていいじゃない。いやよ。もう。やあソフィア、君も一緒にショコラでもいかが？ありがとう。でもお店に戻らないと。偉いなソフィアは。まだ1年生なのに。そんなこと。すごいわねソフィアのお店は。お客様がいっぱいでたまたまよ。それに比べてこのシェジューネは私が帰っちゃったらお客様が誰もいなくなっちゃうものね。で、お礼もう一杯いただこうかしら。かしこまりました。また変なこと言っちゃった。じゃあまたね。
パパ、ママ、ん？うちの店って昔からこんななの？こんなって？そのうちってよそみたいに満員になったとかそういうことってないよね？ええ、そうね。でもおじいちゃんの頃はすごかったんだよ。店は連日満員でね。パパも学校から帰ると手伝いをしたもんだった。今のお前みたいにね。そうなの？じゃあなんでおじいちゃんの料理の方がもっと美味しかったとか。おいおい、パパはおじいちゃんの味をちゃんと守ってるぞ。だったらどうして？人は新しいものが好きだからかな。え？例えばピエールは自転車をとっても大事にしてるけど、もし新しい素敵な自転車が目の前にあったらどう？そりゃ乗ってみたいよ。でしょ？それと同じよ。新しい素敵なレストランを見つけたらみんなそっちの方が気になるものよ。あ、でもお前は古いからって自分の自転車を捨てられるかい？ううん、あの自転車は僕の一番のお気に入りだもん。それと同じだよ。今はよそ見している人たちもいつかまたシェッジュネに戻ってきてくれるさ。うん。今日は忙しかったね。みんなどうしたの？あのね、お願いがあるんだけど。何？みんなもお店の外に出てみたいんだって。え、そっか、それはそうよね。でもどうやって？みんな一緒じゃなくても構わないんだ。シェイジュネに僕とラテウサを連れて行ってくれるとか。うん、自分たちばかり。そうだよ、そうだよ。シェジュネ、そういえばピエール、なんだか元気がなかったな。あ、それじゃあ行くわよ。はーい。ずるい、僕も行く。僕も。やあ、ソフィア、いらっしゃい。さあ、どうぞ。何になさいますか？ホットシェフェラテ。カフェラテ？いつものホットショコラじゃなくて？うん、ウィ。ここは何でも美味しいよね。うん、何でも美味しいんだけど、いつも同じメニューだと飽きちゃうよね。ん？あら、ミルクがないわね。変ね。ソフィア、どうしたの？あの、財布が。財布をなくしたの？見つかったらどうすんのよ。これママがやったのかい？まさか。でもすごいよ。うちのシュガーバニーズ、かわいい。あなたたちね。ピエール、どうしたの？まあ、ラテアート。ラテアート？今こんな風にカフェラテに絵を描くのが流行ってるのよ。素敵ね。初めて見たよ、新しいもの。そうか、これだ。あれから毎晩遅くまで明かりがついてるけど。そんなに気になるなら様子を見に行こうよ。そうね。今度こそ。ああ、また失敗だ。ピエールったら毎晩頑張ってたんだ。でもうまくできるようになるかしら。大丈夫、うまくいくよ。いらっしゃいませ。
お待ちどうさま。早くお家へ帰りなさいな。おう。じゃあ、タルトタタン、フランソワーズが？タルトタタンの本を見て悩んでるみたいだったの。パティシエ選手権のメニューを考えてたんじゃない？タルトタタンをベースにするつもりだったりして。さあ、でも大きなため息をついてたし、ちょっと心配だな。会えない？どうしてですか？フランソワーズ、どこか具合でも。いえいえ、ご心配なく。実は明日お嬢様のご両親の結婚記念日でございまして。結婚記念日？はい。お嬢様はパティシエ選手権の練習も兼ねて、愛するご両親のために内緒でタルトタタンを作りプレゼントしようと決意なさったのです。ですが、なかなか思い通りのものができず、今もお嬢様はキッチンでタルト作りをなさっておられます。そうなんだ。というわけでございまして、申し訳ございませんが、本日のところは。じゃあ、これをフランソワーズに渡してください。そちらは？アプリコットジャムとマーマレードジャムです。タルトタタンに乗せて食べるとすっごく美味しいよ。で、ブルーベリーウサたちが、本当は何かお手伝いできればと思ったんですけど。ソフィア様、あなたのようなお友達に恵まれて、お嬢様は本当に幸せ者でございます。ソフィア、なぜあなたがここに？お手伝いしに来たの。でも、その必要はなかったかな。どれも美味しそう。ええ、そうでしょ。リーヤに頼んでパリのパティスリーアンミリオンのレシピで作ってみましたの。へえ、そうなんだ。驚きませんの？あのアンミリオンのタルトタタンですのよ。かの有名な行列のできるお店の。すごいのね。まあいいですわ。じゃあ試食してくださる？あなたの意見もお聞きしたいわ。いいの？いただきます。どうしてこんなに甘くてしょっぱくて酸っぱいの？そんなはず。あれもこれもたくさん入れた方が美味しいに決まってますわ。作り直しますわね。うん、私も手伝うよ。頑張ってソフィア。殺して。どこへ連れて行くの？あれ、柔らかい。これってもしかしてカトリーヌのベッド？ってワインを作っているんだね。さすが本格的だ。見て見て、この白ワイン、お菓子作りに使ったら美味しくなりそう。どれどれ。いい感じ。僕たちにくれるの？やったー。あ、そうだ、ソフィアたちは大丈夫かな。そうだった、戻ろうよカトリーヌ。おいしい。おお、
これぞまさしくアンミリオンの味ですよ、お嬢様。ダメよ。これではママの味に勝てませんわ。ママの作るタルトタタンはもっともっともっと美味しいのですもの。ママのタルトとどこが違うのかしら。同じものを使っているはずなのに。あら、これは。そちらはレシピにありますラム酒でございます。ちょっと待って、ママはいつもこれとは違うものを使っていたわ。そう、確かあれは。あ、ないないないわ。一体どこにあるの。お嬢様、何をお探しに、ね。デュポン家特製の白ワインも、メルシーカトリーヌ。もう一度作ってみますわ。うん、頑張って私に。ソフィアへ。昨日は手伝ってくれてありがとう。あなたのジャムも美味しくて、パパたちも褒めてくださったわ。パティシエ選手権ではもっと素晴らしいお菓子を作ってみせますわ。フランソワーズよりだって。私も頑張らなくちゃ。ご苦労様、カトリーヌ。それにしてもきっとうまくいくよ。あの声、誰だったのかしら。まさかね。青耳うさガラス職人。シュッシュワシュワワ。